今日はドリアンを食べるだけの動画をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それでは今からドリアンを食べたいと思います。結構ずっしりしてます。カンボジア、ついねカンボジアって言ってしまったけど、シンガポールドルで8ドルなので、800円ぐらい安いと思います。800円ぐらい、カンボジアだとちょっともうちょっと高いかなっていうぐらい。ではここに置いてあるプラスチックのこれを使って食べます。本当にね、手に匂いがつくので、さっきも電車の中でドリアン禁止っていうね、あのポスターが貼ってありました。それぐらい結構徹底してますね。それでは、ドリアンは好き嫌い分かれると思うので、僕も3年ぐらいトライしなかったんですけど、食べてみたらメロンと牛乳を混ぜた味、僕にとってそんな味っていう感じなので、もしよかったらちっちゃいやつから試してみてください。800円とかだったら多分試してみる価値あると思います。いや、もうね、すごい。いきます。うん、めっちゃ美味しい。何か入ってるので、ここは食べません。こんな感じで。これ食べすぎると、なんていうの、二日酔いみたいな感じで、本当に1時間ぐらいになるので、多分血糖値が上がるからかな、かなとは思うんですけれども。食べ過ぎには注意してください。あとこれと一緒にお酒を飲むと良くないらしいので、まあ噂っていうか聞いた話なのでわからないんですけど、お酒も一緒に飲まない方がいいと思います。みんなドリアン食ってます。ドリアン、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 やっぱドリアン食ってます。全部同じ食感ではなくて、なんか繊維とかの部分はちょっと硬くて、外側の部分は柔らかめ、めっちゃ柔らかい、もうクリーミーなとろける感の、どうかな、ここら辺とかは柔らかいです。キャッシュが使えるの、電車とかバスとか、まあ、使えるんですけど、電車使えないって言われたかな。キャッシュ使えるところはキャッシュに払ってますね。じゃあもう一個食べて。わーわーわー落ちないで大丈夫です。ではいただきたいと思います。どっちかですか、こちらから行きたいと思います。もう取れた。わかりますかね。名前はゴールデンなんとかって書いてある。種類があって、値段も別々。バラバラで。中飲みたくなるなっていう感じ。チャイ
ナタウンはあと1時間くらい、もうお腹いっぱいですね。なんか食べに来たんですけど、ドリなんて他の国では食べるもんなんですか。大陸っていうんですか、アメリカとか北アメリカ、南アメリカ食べるもんなんですか。中国人は何でも食べそうです、強烈です。結構お腹いっぱいなんて言ってる。あとこれだけです。ドリアン食べれますか？多分日本であんまり売ってないので、もしカンボジアとかシンガポールも行ったら、シンガポールカンボジアよりちょっと安い気がします。ドリアン分かんないけど、シャキシャキしてる。もう4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月ぐらい、半年食べてないですね。時期が、その旬があるので、最近ちょっとずつカンボジアも出てきてるかなっていう感じなんですね。いや、もう触って、もう潰れる感じ。そうです、めっちゃ柔らかいです。あ、ここシャキシャキしてる。柔らかいところが美味しいですね。満足です。